はいどうも皆さんおはようございます。こんにちはこんばんは。外役ヒロインブルーエンジェルです。さあ本日なんですが、皆さんはトリックスターというテーマご存知でしょうか。まあねご存知の方も多いかなと思うんですが、ブルーエンジェルっていう遊戯王ブレインズの、まあ、一応ヒロインが使うテーマなんですよね。でこれ何をするかっていうと、相手のライフをチクチク攻撃するスーパーインキャデッキと、なっておりまして、非常に私好みの、ギミックとなっているんですが、バーンで相手のライフを焼き切るというデッキになってますね。これ本当にヒロインが使ってたんかって思うんですけども、マンジュシカっていうモンスターがこれエースモンスターってまして、これマンジュシカはね、自分のフィールドのトリックスターをバウンスすると自分を特殊ができるっていうフリーチェーンの、効果を持ってまして、まあ、これの効果を使ってどんどんその盤面にマンジュシカを並べて、で相手にバーンダメージを与えていくっていう、そういう、まあ、ギミックになってるんですけども、これ何ができるかっていうと、このカードがモンスターゾーンに存在する限り、相手の手札にカードが加わるたびに加えたカードの数かける200のダメージを与えるっていうね、効果になってるんですよ。だからまあ、ドローでもいいですし、まあ、サーチでもいいんですけど、もう何でも手札にとりあえずデッキから加われば、バーンダメージを与えると。でこのマンジュシカっていうモンスターをたくさん並べることができれば、めちゃくちゃなバーンダメージをチク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 ね与えることができるんですよね、このデッキっていうのは。で、今回採用しているギミックとしてはですね、先行で相手のライフを削り切ることを目標にしております。先行バーン勝利、これを目指しておりまして、例えばですね、一番相性がいいと言われているのはこの拷問部屋ですね。悪夢の拷問部屋、これがなんかジャイアントスネ夫だって言われてるんですけど、なんか巷ではこのカード、効果ダメージを相手が受けるために相手に300ダメージを追加与えるっていう効果なんですけども、これ単一なくて強制で発動するんですけども、これがこのねトリックスターキミックと超相性良くて、ライトステージっていうこのカードが純正剣だったから、まあ、今回組んできたんだけど、ライトステージが、トリックスターモンスターが効果のダメージまたは戦闘ダメージを与えるたびに200ダメージを与えるっていう効果があるんで、マンジュシカのダメージが入ってライトステージのダメージが入ると追加でも600ダメージが確定するんですね。拷問部屋の効果で2回発動するんで、この拷問部屋が。だからこんな感じで、まあ、バーをチク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 して拷問していくっていう、まあ、そういうテーマになっております。で、一番強いと一番まあ優秀と言われているカードがこのサモンチェーンっていう、カードで、これなんでかっていうと、このキャンデラっていうモンスターが召喚成功時にトリックスターカードを手札に加えるっていう、まあ、エアーマーみたいな効果あるんだけど、これが召喚成功時に発動する効果が単一じゃないんですよ、名称指定の。だからキャンデラを何回も召喚できればトリックスターカードを永遠にサーチできるんですよね。なのでキャンデラと、まあ、マンジュシカのコンボが何回も発動できるように、このサモンチェーンっていうのを使って、一ターンの召喚権を3回まで増やすと。まあ、もちろんサモンチェーンだけじゃなくて、今回デュアルサモンも入ってるんですけども、まあ、このカードどっちか引いて、キャンデラを2回か3回召喚して、まあ、マンジュシカを盤面に揃えていくっていう、まあ、そんな感じの、ギミックになっております。はい。で、あとは、バンダメージを増やしてあげればいいので、まあ、悪夢の拷問部屋以外にも、魔力の加成とかね。これ使用量徴収デッキで活躍しましたけど、まあ、これとか、それから、マンジュシカがドローした枚数分だけバーンダメージを与えるんで、相手の引いたカードをデッキに戻してあげることができればいいんですよね。でまたもう一回引かせ直すみたいなことができればいいので、かく乱作戦っていう、これ相手の手札をデッキに加えてシャッフルさせてもう一回ドローさせるっていう効果とか、あとプレゼントカード、これ相手手札全部捨てて5枚ドローさせるっていう効果とか、あとそれからこの、トリックスターリインカーネーションっていう、まあこれがトリックスター流のまあその格乱作戦みたいな感じで、手札を全部除外して枚数分ドローするみたいな感じの効果になってます。で一応ね他の相性いいカードドローランドロックワードとかでなんかこれ判定できたりするんだけど、今回はもう完全先行で相手のライフを焼き切ることを目標にして組んでおりますんで、余計なカードは一切入れずにもう自分のギミックを絶対に通して先行で相手のライフを拷問して焼き切っていく、これに全力を注いでおります。まあ一応ちょっと削りきれんかった時のためとかに破壊輪とか入ってますけど、はい、以上です。早速ねこのゴミギミックを使って相手のライフを先行で、ゼロにしていきたいと思いますんで、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。あ、強そう強そう、はかなまるし。いやこれはまあ合金で何引くかによるか。合金発動。いやこれがヒロインデッキって信じられないんですけど、これ信じられないですけど、あ、増殖する G は、いやこれ通すか。増 G だったら通していいんじゃねえか。いやこれ引いてくれんのありがてえから、
あ、強い強い強い、強いよ、めちゃ強いじゃん。これ先行案件できんじゃね。いや、これはさすがに強い。トリックスターライトステージ発動。これでうららケアできるしね。ゾウジーで、ゾウジーを撃ったことをお前後悔させてやるよ。ゾウジーを撃ったことを後悔させてやる。トリックスターキャンディナを召喚し効果発動。さらにそこにチェーンし、トリックスターマンジュシカの効果も発動。さらにその後にチェーンし、サモンチェーンを発動。このターン俺は通常召喚を3回まで行うぜ。これでマンジュシカが特殊召喚されて召喚権が3回に増える。終わったな、お前終わったぞ。お前のライフ8000を今からな、一瞬で消し飛ばしてくる。そしてトリックスターマンジュシカの効果によって200番、さらにライトステージで200番。これあれか、先に発動した方がいいのか。拷問部屋、これ先に拷問部屋発動しよう。これ先に発動してからの方が良かったですね。で、悪夢の拷問部屋を発動して、そしてキャンデラを召喚。いや、多分さすがにここいけるだろう。拷問部屋もあるし、これマンジュシカの効果もあるし、キャンデラの効果もあるんで、いや、これさすがに強い。世界終わらせるバーンだ。これ本当にヒロインデッキ、これヒロインデッキって、これ頭おかしくないですか、このカードゲーム。え、このさ、チク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 の相手のライフ削るデッキ、これ本当にこのヒロイン使ってたのっていうレベルですよね。皆さん使ってたんですよね。なんかで、チェーンうるさ。拷問部屋のチェーンうるさ、うるさ、このチェーン勝手にチェーンしろよ、お前。いちいち俺に選ばせんじゃねえ、同じカードなんだから。順番どうでもいいわ。さあ、カードをめちゃめちゃに手札に加えているようですが、あなたのライフはもう残り多分これ半分くらいまでいきますよ。5600。なるほど。で、キャンディラ召喚して、でキャンディラ効果と、キャンディラの効果で、これはですね、どれでもいいんだけど、トリックスターフェスでバーンダメージかさ増してたんじゃない？多分これいける。トリックスターフェス、いや、攪乱作戦込みでいっても多分いけるし、いや、これ何やっても勝てる多分。まあ、マンジュシカが3体無効とかにされなければ多分いけるから、キャンディナを、戻して、はい、あと相手にターンを渡さなければいいんでしょ。まあ、ターン渡すとね、なんかやばいこと起きるかもしれないから、で、一滴とか言われるかもしれないし、ね、で、相手のライフが残り、あ、うるさいうるさいうるさ。いや、うるさ、拷問部屋のチェーン。これがトリックスター、拷問トリックスターですよ。相手のライフをね、完全に調教していくスタイル。ちなみに、このデッキのね、弱点っていうか、うざいところ、見てください、この拷問部屋のチェーン。めっちゃめんどくさいっていうね。なんか、チェーンの数頭おかしいだろ、カードの周りがなんか、チェーンの数でぐる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 してるけど。さあ、拷問部屋の効果を発動して、300万。ゴミすぎる、ゴミ戦術すぎる。これで相手死ぬんじゃね、これで相手死ぬんじゃねえか。まだ、おい、ちょっともうちょっとデュエルしようぜ、おい、まだ俺あんま展開してないんだよ、まだ展開の途中なんだが。相手よくこれ見守ってんな。お前のライフこのターンで消え去るぞ。先行着席伝説。え、これヒロインデッキってマジ？いや、絶対おかしいよな、このデッキ。こんなクソギミック使ってるヒロインのアニメ絶対見たくねえわって思わないですか、皆さん。キャンディラ召喚ですね。キャンディラ召喚、これは、手札リセットコンボがめっちゃ決まりそうですけど、まあ、とりあえずライトステージ持ってくるでしょ。ライトステージ純正になったんでね、まあ、割と引きやすくなったとはいえそんなに引けないですね、言うて。あ、テラフォーミングが1枚しかないしね。で、まんじゅうしか持ってくる。なんもないね、相手。なんもなしか。なるほど。とりあえず拷問していくか。いや、まあ、とりあえず、まあ、とりあえず拷問していくさでいきましょう。まあ、ここは、いやー、これ、まあ、拷問部屋発動するんじゃないですか。
で、これでジャイアントスネを発動してからのトリックスターフェス発動で、トリックスターフェスで特殊召喚、これ、相手ドローさせる、これ。これ、ドローさせてドロー加速した方が強そうじゃね。まぁ、ちょっと満中しか1体足んねえけどさ。まぁ、とりあえずトリックスターブルームとかいう最強モンスターらしいで、で、これ特殊召喚に成功すると相手にカード引かせるってことができるんですけど、トリックスターブルーム効果。さ、相手はドローする。で、おお、まぁ、ドローしたなっつって、満中しかが発動して、で、ライトステージが発動して、で、拷問していくと。そこそこ理不尽だよね、これ。そこそこの理不尽。なんか、おお、まあ、ドローしたなって言って、マンジュシカが反応して、うおーっつって、相手の、あの、尻ペチペチして、増殖する G! え、いいんですか？トリックスターに増殖する G とか、いや、ありがたさしかないけど。トリックスターに増殖する G 打ったらね、世界終わるっていうことをちょっとお見舞いしていきましょう。で、トリックスタートークン一体でリング召喚。トリックスターブルーム、特殊召喚、効果発動。さらに、効果発動。さらに、拷問部屋の効果発動。さらに、拷問部屋の効果発動。さらに、トリックスターブルームの効果も発動。もう一枚引いていいぞ。ほら、もう一枚引け。なんかこれ、一人だけこれ別ゲーしてない？なんかこれ、一人だけ別ゲーしてる気がするんだけど。さあ、トリックスターフェスの効果。あ、フェスじゃねえ、ライトステージの効果。で、拷問部屋の効果発動。はい。はい。ライフ残りいくつですか ?5000 ですか。なるほど。いや、もう一枚いっとくか。トリックスターブルームをリンク召喚して。はい、もう一枚引いてよ。OK。お前はドローしたな、カード。ほら、食らえ。いやークソゲーだな。最高にクソゲーだ。最高にクソゲーで、トリックスターブラッティバリーの効果。手札を捨てるとカードをドローすることができるぜ。なんかあるね、なんかある、なんかある、なんかある、なんか引いたぞ。なにくそまあそんだけ引いたらそりゃ来るよな。ブラッティバリーは一応トリックスター捨てると、お互いにドローするっていう効果で、でなんかライフ差が開いてると自分は2枚ドローできるよっていう効果なんだけど、いやでもただトラップカードさすがにこれ強いと思うんだよね。いやまあとりあえずね、まんじゅうしかで頑張りましょう。まんじゅうしかで頑張って、でちょっと1回まんじゅうしかの効果で、200番からの200番からの300番300番だけどって、でその後だわ考えるのは。はいはい、オッケー、拷問成功。これはいいぞ。楽園開幕になるほどな。手札1枚捨てると楽園系のモンスターが特殊召喚できるが、この効果に遅延して、かく乱作戦を発動。相手はすべて手札をデッキに加えてシャッフルしていく。なにお前何してんだ。いや、プレゼントカードも発動する。さすがにでもこれは止められない。プレゼントカード5枚ドロー。これ足りるかな。いや、これ足りるかどうか怪しいな。で、トリックスターマンジシカ効果。1000番。さらにライトステージ200番。で、それ無効になっていく。で、いや、ちょっと待ってくださいね。これちょっと待ってください。足りますこれ。2400ですか ?2400。あといくつ入んだこれ。900しか入んない。これ足りなくね、これ足りんくねこれ。いや、相手これ。いや、でもここでサーチしてくれたら足りるか。サーチしろ。サーチしろ。で、拷問部屋効果。で、拷問部屋効果。いや、これサーチするしかないでしょ。だって相手。来た！お前。カード加えたらデッキからお前おい、カード加えたらお前そんなサーチして大丈夫？これあれか、トリックスターってことないタイプの人間か。ちなみにマジシカさんはなんか相手の手札にカードが加わるたびにバーンダメージ食らわれるからサーチでもいいんですよ。はい、200万。で、チェーンでさらに加えて、で、あ、200万これ勝ったろ、これ勝ったろ、これ勝ったろ、これおい、サイクロンだけやめろ、サイクロンだけ本当にやめて。はいはい、で、拷問部屋効果はい、神ゲー。いや、楽しいわこのデッキ、めちゃめちゃ楽しいわ、最高のデッキだな
これ使ってさ、やめろ、おい、カッポベースもキモ、おい、ふざけんな、お前、強欲なツボ一人だけ実装してんじゃねえぞ、闇の誘惑、何、なんだこの、なんか最強ソルティアデッキみたいな流れ、うわ、フォーチュンレディパスティ来た、必勝、これあれじゃん、え、これ絶対ドローデッキじゃん、いや、こういうデッキには先行取りたい人生でしたよね。で、ライティ効果、これであれですか、ウォーテン出てきます、これ、うわ、出た、デュエルリンクスじゃん、お前やってんの、これ、まあ、デュエルリンクスではね、このギミックを使って、なんかデッキの、あ、デッキ20枚しかないですから、デュエルリンクスで、だからすげえ引けるんですけど、なんかいっぱいカードを引いて、なんかコンボパーツを揃えるみたいな、なんかクソみたいなデッキが、いくつか開発されてるんですけれども、マスターデュエルはね、やっぱ結構、他にもドローソースいっぱいありますからね、割と、まあ、揃いやすいっちゃ揃いやすいかなっていったところなんですが、カードアドバンス、なるほど。ゲボキモコンボ、ゲボキモコンボ来た、ゲボキモコンボ処刑人マキラってなんだよ、処刑人マキラ墓地送って、これあれか、トラップカードを手札から発動できるようにする、そういうシステム、えらったかかっちゃってね、マキラは一応なんか一ターンに一度だけになっちゃったんで、トラップカード発動できるの、これ今まではね、なんかもう墓地送ったらそのターンずっと手札から発動できるっていうなんかクソみたいな効果だったから、強欲な亀とかがもう普通にその胸の遠隔みたいな感じで使えたんだけど、はい、でウォーテリーが特殊召喚されていく、はい、でジェスターコンフィも特殊召喚されていく、あーやばい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 相手、いやこれおかしいよね、どう考えても手札の枚数、グリード、なんだその謎カード、カードの効果でドローしたプレイヤーそのターンのエンドフェーズ時にカードの効果でドローした枚数かける500ポイントダメージ、へー、カードの方がドローしたプレイヤーは、え、君ってことじゃないそれ、死ぬよあなた、これ自殺しようとしてる、カレンなんかすごい量の ダメージ食らうよねこれ、え、フォトンレオ誰、召喚に成功した時に相手の手札を全てデッキに加えてシャッフルする、その後相手はデッキに加えた枚数分のカードをドローする、へえ、なるほど、え、なんかい、やば、あ、そっか、あれか、これあれ、サモンチェーンで消化権増えてるかってこと、え、え、え